セクシーあらあら。どうも皆さん、今回の開発者のノートが公開した。で、ただ主のことを伝えます。まずは次のメインストーリーについて、11月の後半開催すると。それでグローバル版は多分2月の後半の頃で開発する。次はゲームの画面の UI を全面更新する。これはいいことかどうかわからないけど、もしもっと改ざんするならそれでいい。3つ目のことは、衣装について4星の衣装が登場する。今まで3星とか2星の衣装だけだがあるけど、これからは年内メインストーリーが実装する後で初めての4星の衣装が開催する。それで私ライブ 2G が登場と思います。そして毎年1つや2つの4星衣装が出ると考えられます。これはいいことがどうかは分からないけど、もし本当に新しいライト 2G がいいに見えるなら、それで問題ないと思う。まあただ高いのは多分高い。次は局長がライト 2D の衣装が出る。これは2025年の春節くらいで実装される。または新しい無料局長衣装が出る。これは多分イベントで手に入れること、そして春節等のライトリー衣装と別のこと。次はまだグローバルに出ないけど新しいゲームモードについての話。このゲームモードは8月くらいで大陸版実装される。そして多くの意見が回収して、その後でこのゲームモードの新しいシーズンが来る。11月中くらいで実装される。同時にハイの使用8、多分メインストーリーが実装されるすぐ後で開催される。それで11月後半なら12月の前半でハイの使用8が来る。これは大陸版なので2025年3月の前半でハイの使用8が来る。ここで向きを見とってゲームプレイの楽しみはこうということで、常に進歩を、そして改ざんを行うと言われる。けど俺はにとっては前々からなんでムキのこのゲームプレイはいつも同じことと文句を言える。これはまだ未公開かな。でもここで言えるならもう公開する。私は前からなんでこのゲームを続けると思った。でなぜこのゲームのゲームプレイは高破壊として中心してるでしょう。何も変わらない。このゲームプレイを改ざんするとか新しいゲームプレイ方法が来るとか、どうやって改ざんするの？だっていつも同じ。どんなゲームプレイモード来ると必ず高破壊が必要、必ずこれが必要、必ずあれが必要、同じことを繰り返す。だからなんでこのゲームを続ける、何も変わらないと思った。 LL のイベントの頃はね、もうすでにあこのゲームをやめようとの気持ちがあった。そして実は2周年頃でこのゲームを必ずやめると思ったけど、今はこの開発ノートが
出て、確かにこのノートは以前とのノートを比べたらもっと長いけどまだまだ足りないと思う。開発者は大陸版でもいつも発言が足りないと思う。プレイヤーとの会話、プレイヤーとの接触、いつもいつも足りない。まあこれは個人の考え方だから、そして以前何かがあったと思う。オペレーションズチーム、これ前回言ってるかな、もう分からないけど、ただ、2年ほど俺たちはいつもアンケートの、何かあるなら教えてくださいで、開発者から現内のアンケートをいつも送るでしょ。でも何も変わらない、2年ほどで。そしてこれは前回のオペレーションズチームのせい、いつもプレイヤーのことを無視してどんどん、むずさを上げて何も改ざんしないと、そしてそのチームは全て排除した。だから今は前を向いてもっといい開発者となるが、それは本当なのか。本当だとしてもアイスノは現内の選択は、イベントのストーリーはもちろんとてもいい、ただそのゲームプレイとか改ざんとかいつも遅いの上で、プレイヤーとの会話もない。そしてこれは大陸版、グローバル版ももっと沈黙すると考えられる。だからイライラする。まあこれは個人の考えだから、もし何か言えたいならぜひコメントしてください。で次はローディングスクリーンの時と CG のことを変える。つまり自分のローディングイメージが、多分新しいシステムのショックが実装される。まあこれは来る時は来ると思うから、俺にとってそんなに重要なことではないけど、一部のプレイヤーにとっては多分いいことと思う。でこれは最後に取り調べのこと、いつも声がないでしょう。2025年春節の頃で声と取り調べが一緒に出るとのことを実装される。遅いも遅いけど、まあなんで2年ほどのこと、2年半のことかな。春節はもうすぐ2年半。最後は次の開発ノートは12月の終わる頃で、そしてもっと改ざんもあるけど、のパッチノートに行ってそれを伝える。まあだいたいこんな感じかな。まだまだこのゲームを続けるかどうかは未だに迷う。実際のところ本当なら離脱したい。もう2年近くこのゲームをやるとは奇跡くらいだ。はじめはこのゲームがただ他のゲームが出るまでちょっとやると思った。でこの気持ちでもう2年かな。いいゲームはいいゲームと思う。ただ俺にとってはなんで開発者がいつもいつも沈黙する、いつもプレイヤーと接触することはない、いつもプレイヤーが何を起こるか何を待つのかわからない、それが本当に嫌。まあ何かコメントがあるならぜひ下でください。では次の動画まで。